ー、ジャンクルですぞ。テキでーす。揚げ物がやりたい。まあやるだろうと思ってたよ。山本企画第4弾スナックの元、イエーイ。以前私が新潟へ出張行ってる時にですね、はい、お二人でエビせんやってたじゃない、うん、やった俺すきやりたかったのあれ、まあなんか夢夢ちっちゃいちっちゃい夢ちっちゃいけど夢やりたかったの俺。コーンハイガー油これなんとおばあちゃんから言ったのよ。おばあちゃんいっぱいくれんな、体にいいからっつって。今回の温度計はこちら。まあ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 、これはやばい。油の温度はどうですか。まあ60度かな。え、まだ触れる、ま、触れなくなるまでいいか。あ、あちたちはペラーンいくか。まだ大丈夫、まだ大丈夫。はい、185度が適温です。やっていきますか。じゃあとりあえず一個がこれくらい、俺の短くて太い指との先と同じぐらいかな。じゃあ一個入れます。はい、おっおっおこれぐらいなのかもしれない。俺で考えたのよ、うん、あのカラムーチョシリーズでさ、うん、酸っぱムーチョってあるじゃん。あるあれ結構美味しいでしょ。美味しい。酸っぱくしても美味しいと思うんだけど、あ、ちょっとあそこにさクエスあるからさ、うん、ちょっと取ってくんね。なんかいやいや、これはバカだろ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 。待って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 、うわぁ、すげぇすげぇ、うわバカだれ。もうちょ、これは普通に美味しかった。あ、ちょっと待って、前もそんな人いたな。前もそんなやついたぞ。こいつがやりたかったのは、うん、あの、いっぺんに入れすぎてさ、この辺、あの、まだなりきれてないのよ。だねだね。ありがとうございます。いいんだよ、そのバーって入れるの、バーって入れるのはいいんだよ。どっちもエビせんもフライも俺見てないんだよ。そのうわーってなるんだよ。わーってなるさ、一番盛り上がるの見てないの。いや皆さんね、あの、何事もはい加減が大事ですから。はい、それとあと、まあここでやるんだったら、あの、ちゃんと家主のね許可を得てからやるように。いいよって言ってない。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。